エモヤンの人生ふらりつまみ食い。皆さんこんにちは、エモト竹則です。今日のサンケイスポーツのコラム、週刊エモト、巨人阪神戦のテーマの中で、青柳のピッチングということで取り上げてみたいと思いました。コラムにも書きましたけれども、昨日のその青柳のピッチングのね、あの、男気のあるようなね、ピッチング、もう俺が一人で、投げて勝つぞというね、そういう気持ちがもうありありとマウンドにこう見えてるね、ピッチングでした。9回でもまだね、俺が完投するまではもう誰にも渡さんぞというようなね、マウンドのピッチャーの本来の姿がね、その阪神を救ったというピッチングでしたね。そこに見るこのやっぱりピッチャーの本質というかね、野球のその窮地を救うとか、まあそのチームを強くするとかいうことにポイントとしてですね、ピッチャーのやっぱり完投勝ち、一人で投げて勝つと、いうようなこの姿というのはね、これはやっぱり一番大きなあの要素じゃないかなと。昨日あの最後のバッターを打ち取ってね、マウンドから帰ってくる時のあのお客さんの拍手ね、今はまあ当然声を出せませんから拍手だけですけども、普通のリリーフは帰ってくる拍手よりも、やっぱりそのなんていうんですかね、本当によくやったねっていうね、お客さんのその感動のね、気持ちがあの拍手の音でね、我々放送席に行ってもあの伝わりました。これはねやっぱり見る人が 見るというか、まあ野球のファンが球場に来てね、ピッチャーのその投げてる姿を見てね、9回特にその投げて打って、その自分で守ってというね、それからまあたびたびミスもあったわけですよ、阪神はね。で足も引っ張られそうになりましたけど、いやそんなものはもう俺が、カバーするんだというようなね、そういうそのピッチャーの本来の姿を見ましたね。巨人はね、左バッターを並べてきて、まあその坂本とか、外国人選手を下げてね、ちょっと格落ちっぽい、そのオーダーでしたけど、まあそれはどういう理由かわかりませんがね。で対する巨人のエース菅野はね、2回早々にもう、肘の違和感とかなんとか言ってね、2点取られて、早々に降板しました。でこれはまあやっぱり巨人ファンもがっかりしたと思いますけどね。まあしかしね、やっぱりそのそういうことは別にしてね、昨日の青柳のあの姿というのはね、これはもう巨人のピッチャーもね、まあ随分良くなりましたけど、やっぱりこの窮地を救うチームの柱をその作るというのはね、まあ菅野を見ても分かるようにやっぱり先発して完投してバンバンね、投げ続ける姿というかね、で特に試合が終わったその最後にね、あのマウンドから降りてくる時のあのお客さんのあの感動するね、姿というのはねやっぱり素晴らしいと思います。ぜひともねやっぱり巨人もこれから優勝を邁進走っていくっていうのであればね、やっぱり昨日のあの最下位であろうと、やっぱり俺がこの窮地を救うんだといった男気のあるね、あのピッチングをするあの青柳の姿というのはね、大いにやっぱり参考にすべきだと思いますね。まあ実際ですよ、青柳はまあプロ入り7年でね、まあ昨日でわずかまあ5回しか完投しておりませんけども、しかし何よりも昨日の完投はですね、2回3回やったような完投と違って、大変価値のある、まあ2試合連続ですから、まあやっぱり阪神のこの4連勝またチームが立て直っていくためのですね、大きな力になっていると思います。どうか、まあ他の各チームのピッチャーもね、ぜひ見習ってほしい昨日のおとぎのある青柳のあのピッチングだったと思います。ということで以上、今日は青柳のピッチングでコメントさせていただきました。以上です。